え皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、前回の投稿から2年以上間が来ましたが、えー、気まぐれで、えー、っと、投稿してみたいと思います。えー、っと、まあ、気まぐれでって言っても、まあ、一応理由はあるんですが、えー、っと、まあ、どういうことかというと、あのー、まあ、一応このシリーズ、まあ、第3弾ってことになるんですかね。えー、なると思うんですが、その第1弾、 の動画、えっ、ー、と、まあ、ニコニコ動画に投稿して、まあ、その後、しばらく経って YouTube に、えー、投稿したんですけれども、で、その YouTube の動画の再生数が、なぜか、あの、ニコニコの10倍以上、なんか5000以上あるんですよね。ということで、まあ、ちょっと気まぐれで、えっと、続編を作ってみました。で、えっ、ー、と、まあ、続編って言って、まあ、何が違うのってことなんですが、 えっと、まあ、ぶっちゃけて言うと、具体的な、なんかゲームロジックとかの中身は何も変わってません。まあ、ただ、えっ、ー、と、もうさすがに、その iApply、えっ、ー、と、まあ、そもそもこのゲーム iApply 用として作り始めたんですけれども、ま、さすがにもうね、iApply のサポートはいいですよね。ということで、えっ、ー、と、Windows 専用にしたので、まあ、そうなるとね、あの、数字的な部分、例えばマップの広さとか、 もうちょっと余裕が出てくるので、まあ、試しに、えー、とマップの広さを倍にしてみました。で、あと、えグラフィック、あの描画もまあいろいろ制限が緩和されるので、えーもえーまあ、早くなりました、描画が。で、あと、うーんとですね、えー、とプログラミング関係の動画をですね、ここ、えー、最近というか <laughs>、まあ、ま えー、間の2年間ぐらい、まあ結構頻繁に上げてたんですけれども、えー、と、まあその動画内で、えー、作り始めた、えー、と、ライブラリがですね、まあ意外とできてきたので、そのライブラリを、えー、と、これ反映させてます。で、えー、と、まあそれに伴って描画が早くなったって感じですかね。で、まだ反映ちょっとしかしてないんですけれども、まあ一時部分だけ反映させたにもかかわらず、まあそれなりに早くなったんで、 まあ、その実験も含めて、えっ、ー、と、まあ、動画にしてみようかなっていう次第です。で、えっ、ー、と <laughs>、えっと、まあ、あで、えー、まあ、そう、始めたはいいんですが、まあ、肝心のですね、ゲーム内容をすっかり忘れているということで、えっ、ー、と、あ、それで、確か、えっ、ー、と、ま、あこのシナリオモード、まあ、シナリオってほどシナリオないんですけどね、確かクリア条件が、現金と資産の合計が、 えー、200万かなっていう、ゆっくりア条件だったと思うんですけれども、まあ、それはね、あの、iApply、やこうやってゲームスピード早めても、なかなか早送りできなかったんで、まあね、その実情に合わせて、まあ、低い難易度設定にしてたんですけれども、まあ、Windows ならね、もうちょっといいでしょうってことで、えー、と、一気に、えっ、ー、と、クリア条件を1000万まで、えー、増やしました。ということで、まあ、なかなか、 クリアできないというか、まあ、それなりに発展させないとクリアできないというバランスになったと思います。と同時に、えっ、ー、と、まあ、ただ、この前日利益、まあ、すでにプラスになってますよね。えっ、ー、と、まあ、今までのバランスだと最初マイナスから始まったと思うんですけれども、まあ、いきなりプラスから始まるということで、まあ、あのー、そういった意味では、えっ、ー、と、ちょっと優しくなっています。うん。 とはいえ、ね。こっから1000万貯めるの大変ですけれども。で、まあ、せっかくなので、それをやってみようかなって思うんですが、えっと、どうすればいいんでしたっけえっと、まあいいや、とりあえず眺めてみますか。うんと、今どんな感じで動いてるんだ車両、ロック、うんと、 で、えっと、4時間に1本っていうダイヤ設定にしてます。なんか今まで、えっと、シナリオ始めたらなんか、ね、あのー、待ち時間なしで無、えー、無駄に本数多く出てたんで、まあ、それでマイナスになってたっていうのもあるんですけれども、えー、っと、まあ、今回のバージョンは4時間に1本しか、えー、っと、走らせてないので、まあ、過疎値っぽくね。なので、まあ、プラスになってると。 まあ、ただその分は発展しないですけれどもね。で、えー、っと、これ邪魔だな。で、えー、っと、結構遠くまで表示させても、それなりに滑らかに動くようになったはずです。で、これ、あのー、いわゆるビジネスノート PC でやってるので、まあ、極端な話、あの、A 列車で行こう、Q が動くようなね、パソコンだったら、まず間違いなく滑らかに動くと思うんですが、 うん、多分 <laughs>。まず間違いなくと多分って変だな <laughs> う。うーん。どうだろう <laughs>。まあこの街がどこ、発展した時にどうなるかちょっとまだ実験してないんですけれども。うーん、まあそんなに重くはなんないと思うんですけどね。で、うーんと、えっと、マップ横長に、てか、えっ、ー、と、広さを倍にして横だけ。 まあそれに伴って駅間も倍にしたんですけど、なんか長いですね。で、周り田んぼだからなんか寂しい感じですが。うん。<laughs> まあでもローカル線なんてこんなもんですよね、実際。うん。こう、<laughs> 何にもない景色が <laughs>。うん。<laughs> でまあね、そうやって景色を眺めるゲームとしてはグラフィック,グラフィックがしょぼすぎて、まあね、どうしようもないんですけれども、まあ、ただあの、えー、とそもそも何建物の種類が少ないなんていう問題はえっ、ー、とまあこのなんだえっ、ー、と i アプリの制約だったのが、えー、なくなったので、まあ、だいぶ良くなったと思うんですけどね良、えー、くなったと思う <laughs> 簡単に増やせるようになったので、まあ、これから良くなるはずなんですけどね。で、なんだこれは、積み残しとかあったのかな。和光駅。ああ。えっ、ー、と、ここに表示されてるのが、えっ、ー、と、前日の、えー、と最大乗車率ですかね。8時45分発が171%でしたよってことですね。うーんと。 もう <laughs>、どんなゲームか忘れちゃいましたよ。えっ、ー、と、こっちの駅は、空きず、255%。<laughs> えっと、確か、乗車率の最高255に設定したと思うんですけれども、で、こう評価、マイナス120ってあるじゃないですか。これは、あの、そういう積み残しとかあると、マイナスになっちゃうんですよ。で、評価がマイナスになると街が発展しないので、 つまり、この状態でダメってことですね。えっ、ー、と、8時59分発がダメってことは、もうちょっと朝の、えー、時間帯、まあ、増便しないといけないんですかね。まあね、あの <laughs>、まあ、黒字だからね、ほっといてもいいっていう <laughs> 考えもありますけどね。まあ、あのー、なんて言うんですかね。いっぱい積んだ方がね、儲かりますからね <laughs>。まあ、ただ、街は発展しないので、 えっと、まあ、このクリアまでのゲーム時間を競うっていう、ええー、考えだったら、ま、ね、どうにかしないといけないんですけど、まあ、のんびりある分には <laughs>、それにしても、駅名とこの街の発展具合の <laughs>、このアンバランスさ <laughs>、日暮里がこの平屋建てだけって <laughs>、悲しいですね。ええー、と、いうわけで、あれでもここは別、なんでこんな発展しないんだどうしてあ 要するに、この、満員のまま来る、この駅、日暮里までで来るから、ってことか。そっかそっか。ここの駅の住人は、朝通勤とかしようとしたら、満員で乗れないから、なんだこの駅は、っていうことになっちゃってんですね。じゃあやっぱり、この柴又捜査、車上のダイヤを変える必要があると。えっと、 ダイヤ設定。なんか見づらいな。えっ、ー、と、今は4時、8時、えっ、ー、と、12時、16時、20時の1日5本ですけれども、4時台の他に6時台っていうのを作ってあげればいいのかなここか。なうん、多分。うん、これでいいのかなわか <laughs> りづらいダイヤ設定だな。 <laughs> 自分で作っててなんだよって感じですが作ってるね最中はねあんまりそういうの分かんないんですよね後で自分でやってみて初めて、うん、出来の悪さに気づくとで次6時台6時にうん動いた動いたでダイヤが崩れるので試運転になっちゃいますけどまあそれはいいでしょうえー、っと1日待ってうーんと 前日積み残し分が、は、えー、終わって、このぐらいでどうかな。この乗車率が知りたい。うん。まあ、さすがに朝の4時だったら、大して乗ってないですね。まあ、そりゃそうだったな。ああ、でも結構乗ってるな。うん。<laughs> もう、どんな、その <laughs>、なんだ。 人口の、人口というかひ、なんだ、旅人、旅客のロジックにしたか忘れちゃいましたよ。えー、っと、で、六時代、うん、自分のゲームを自分で攻略するっていう、馬鹿げた話になってますが、うん、ああ、これなら全然積み残しとかないですね。あ、と思ったら結構、うーん、まあでも、 許容範囲かうんまあいいでしょうてかこれいちいち操作場に戻る必要がないんだよな <laughs> あら赤いな <laughs> あれううんどうしようまあいいやとりあえずマシになったはずだからえっ、ー、とさっきはこのあれ和光市和光市じゃない和光か和光の 乗車率が255とかだったんでしたっけあ,あ今度はあそっか <laughs> 夕方っていうか夜のラッシュがひどいのかうーん夜も増やさないと全、ま、く面倒だなっていうか考えてみりゃ当たり前ですよねでそもそもあれだなこれここの えー、なんだ、いちいちここに戻るのがいけないんだよな。えっ、ー、と、柴又のダイヤ設定で、えっ、ー、と、ダイヤ設定、折り返し。うんと、4時台から、えっ、ー、と、てかもう昼間全部折り返しでいいんじゃないのこれ。 うーんと。うんあれ <laughs> 最後の本、えー、便点。まあいいや、このぐらいか。もういいや、ここら辺折り返して。5。これでいいや。これでどんな感じになるんだうーんと。六これで、うん うん。<laughs> 間違えた <laughs>。あ,あ、<laughs> え<ー>っと <laughs>。うーん <laughs>。え<ー>っと <laughs>。こうだよ <laughs>。アホだな。撤去。次の日まで <laughs>。ああ、終わってる間になんか待機数がものすごいことになってますけど <laughs>。 あ、まあいいやでこういって次の何駅でしたっけえっ、ー、と柴又で折り返すとうんこれでいいんであ <laughs> でも結局往復2時間かかるのかあと思ったら1時間50分で済んだうん おい,いいんじゃないかなじゃあこれでえー、っと1日経ってどうなるかですねどうだろう、うんとそうだこの画面モードだとキャプチャーっていうかエンコードの時に無駄に容量食うんだったこれでえー、っとなんだっけどこ駅だっけ和光市か和光市じゃなくて和光 あのああうん、まあこのぐらいだったら評価もどんどん高まっていってえっ、ー、と町が発展するとああでもその代わりこの利益とか減ってますね一日あたりのまあしょうがないですねなのでまああのねえっ、ー、と満員電車じゃなくて空いた電車をいっぱい走らせてあげれば評価は高まるというバランスだったような気がします えっと、なんか月始めだけなんか払うんですよね。それでマイナスがひどかったような感じですが、何の費用を払ってたんだか忘れました。<laughs> まあいいや。で、うんと、あ、そうだ。なんか日暮里駅でしたよね。日暮里駅の、板橋、ここは ?193%。評価が全然増えない。あ、255になっちゃった。あれということか。 255まで行ったらもう評価マイナスとかになっちゃうんで、うん、全然評価がたまんないですね。だから、まあ、駅の周りが <laughs> 平屋建てとかばっかりなんですが、どうしようかな。えっ、ー、と、まあ、<laughs> えっとー、時速40キロで走ってるからいけないのかな。まあ、それをどうにかするか、あとは、 二両編成なのをやめて四両編成ぐらいにするとかですかね。えー、っと、まぁ、あ、そんな感じなんですが、とりあえず、今回は、えー、っと、まこんな、<laughs> えーっと、以上ですかね。最後に、全面展望でも、なんか変わったかな変わんないよな。<laughs> 変わり映えのない景色うーん。飽きず。 ていうか、かなんかこれ夕方って言ってもなんか赤すぎないですかしかもなんか景色が <laughs> すごい単調なんですけどあやっぱり遠くになんかこうやって建物があるといいですよねそれにしてもなんか木とか生えててもいいのになちょっと木を生やすロジックを変えようなんか一面田んぼっていうのもねうんでねあとは建物が 同じコンビニがずらっと並んでるのもどうにかしたいと。で、今まではそういうことをやろうとしても、なんか i イアプリの制約で諦めてたんですけれども、まあ Windows だったらどうにでもなると。えっと、まあ、手間はかかりますけどね。グラフィックを用意する。でもまあね、一応、えー、やろうと思えばできるので、まあ、えー、っと <laughs>、ね、 前回の投稿から2年以上空いてるので、次の投稿がいつになるかはさっぱりわかりませんが、えっ、ー、と、まあ、良ければプレイしてみてください。えー、では、えー、以上になります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。